N1 満点合格ってありえるんですか？はい、ありえます。先月、去年の12月の日本語検定の結果が各ご家庭に届いて、台湾全土の日本語学習者が悲喜こもごもだったわけですが、あなたの受験結果はいかがでしたか？私も毎回生徒が受験しますので、結果を待ち構えるのは今でもとても緊張します。ドキドキとワクワクが混ざったとても複雑な感情です。その日の朝、私はトイレで20分くらいずっと踏ん張っていました。すると、ある生徒からメッセージ。日本語検定の結果が届いた。一級受かった。そこまでは普通のリアクション。他の生徒もだいたいこんな感じで、僕も上機嫌でおめでとうと返すのがいつもの流れです。ですが、この日は違いました。これって点数書いてないんですか？ちょうどトイレットペーパーに手を伸ばそうとしたところでしたので、拭くのを後回しにしようか悩んでいたら、1枚の写真。そう、満点だったのです。彼女は最初、全部数字が同じということもあり、これは点数の記載例だと勘違いしていたようで、まさか自分の点数と思わなかったみたいです。満点ってかなりすごいですよ。多分私でも取れないですよ。確実に 1,2 問ミスします。では、彼女が N1 満点合格するまでどのような道を歩んできたのでしょうか？どのように学習を進めたら満点を取ることができたのでしょうか？今回、ものすごくシャイな彼女を説得して、個人情報非公開でならシェアしても構わないという特別許可をいただきました。一級満点を取って、台湾人だけではなく日本人からも尊敬され、みんなからチヤホヤされて、仕事の幅が広がって、年収がうなぎ登り。そんな夢のような現実を実現するための学習のポイントを話します。 1. どんなに忙しくても勉強を継続。どんなに忙しくても毎日日本語に触れ続ける。これが最も大事なことだと私は考えます。どんなに遅くまで仕事をしていても、どんなにゲームに夢中になっていても、友達が遊びに来ている時でも、数分でもいいから日本語に触れる状況を作るべきだと私はいつも生徒に伝えています。彼女の場合、バラエティ番組やドラマを見ることはもちろん、毎日日本語の本を読み続け、課題である翻訳もしっかりやり続けました。途中、仕事の関係で相当忙しい時期が何度かありましたが、毎週のレッスンを休むことはありませんでした。毎週レッスンに行くって、別に近所の塾とかならそんなに難しくはないですが、彼女はなんと片道2時間以上かけて私の元へ通い続けていたのです。どんなに雨がきつい日も、どんなに暑さが厳しい日も、休まず授業を受け続ける。継続は力なりという言葉がありますが、本当にその通りだと改めて思い知らされました。 2. 辞書を徹底的に活用。あなたは普段辞書を使っていますか？日々辞書を使って言葉の意味や使い方を調べる習慣がある人は、学習速度や言語感覚がそうでない人よりも優れている印象があります。彼女の場合、文章を読んでいてわからない単語を辞書で調べるんですが、その時、中国語で書かれた日本語辞書だけでなく、日本語の辞書もチェックして、その単語のイメージをしっかり確認します。そして、文章を読んでわからなかったところを私に聞く時も、この単語を辞書で調べると A という意味と B という意味の2つ出てきましたが、この場合どちらでしょうか？これくらい自分でしっかり調べた上で質問をすると、答えを聞いた時の単語や表現の記憶定着率がかなり高まります。理想は日本語で日本語を調べることですが、まだそれが難しいという方は中国語の辞書でも構いません。ガンガン辞書で調べていきましょう。 3. いろんなジャンルの本やニュースを読む。日本語に興味を持つ段階や、まず最初、楽しみながら日本語を習得するという段階でしたら、自分が好きなジャンルの本や動画を見て学習を深めるのがかなり有効です。ですが、もしあなたが N1 で合格したい、
あるいは満点を取りたいというのなら、幅広いジャンルの本やニュースを見ることをお勧めします。なぜかというと、 N1 には話し言葉から書き言葉、慣用句から文学的な表現まで様々な言葉が出てくるからです。彼女の場合、もともとニュースを見るのが好きだったことに加え、何冊もジャンルが違う本、野菜、スピリチュアル、バスケ、ライトノベルなどなどを読ませましたので、いろいろな角度から日本語を学習できていたのかなと思います。このサイトでもたまに、この文章誰が読みたいの、私には関係ない文章だなって思う文章があると思うんですが、そういう文章こそ今の自分の世界にないものがたくさん含まれています。だから今は興味ないものでも積極的に読んで自分の視野を広げてほしいですね。4、日々日本語を使う。これは彼女に限りませんが、日本語ができるようになる生徒の特徴として、日々できるだけ日本語を使うというのがあります。僕の場合、中国語も話せるので、別に授業中に中国語を使ってきても、メールとかで中国語で送ってこられても問題はないのですが、日本語がペラペラになる人は極力中国語を使いません。自分が言いたいことをどうしても言い表せないときは、ノートに漢字を書いて、これって日本語で何て言いますかと聞いてきます。彼女は授業外でも面白いニュースを見つけては私に送ってきますが、その時の会話も全て日本語です。日本語しか使わないのは最初はすごく疲れるし、ストレスがたまることだと思います。ですが、それが結局上達への一番の近道になりますので、勇気を持って踏み出してみてください。5、一人の信頼できる先生を持つ。彼女のすごいところは、やはり途中で他の先生に浮気しなかったというのがありますね。もちろん精神的に不安定になって、このまま勉強続けていてもいいことあるのかな、この人についていって本当に大丈夫かなっていう時があったと思います。正直、将来への不安に悩んでいた時期もあったようです。それでも僕の言うことをちゃんと守って、それを実行し続けた。しかも往復4時間の距離をかけて通い続けた。そこが彼女の一番すごいところだなと思います。もしあなたが今本当にやりたいことがあって素敵な先生を見つけたら、その先生にちゃんと最後までついていくべきだと思います。あなたが本気でそれを学びたいと思い、しっかり課題や練習を続けていれば、その熱意はしっかり先生に伝わり、それが先生のモチベーションにもなりますから。モチベーションのある先生なら、きっとポテンシャルをフルに発揮できる状態まであなたを導いてくれるはずです。いかがでしたでしょうか。今回の記事を読んで少しでも新しい発見があれば幸いです。これを活用して夏の日本語検定で大躍進してみてくださいね。今日はここまで。お疲れ様でした。チャンネル登録よろしくお願いします。